久保田城は、うご国秋田郡久保田にあった城郭、本丸表門五物頭五番所久保田藩主佐武氏の居城である。雇目城、葛根城とも呼ばれている。江戸時代後期から明治時代の公式文書では、秋田城と書かれることも多かったが、古代に出羽国府が置かれた秋田城とは、所在地ともに別の城である。秋田市指定の名称としての正式名称は、 市秋公園であり、久保田城が使われている、小物川の支流である旭川の左岸、織田野村久保田にある神明山に築かれた平山城。石垣は、規定部にわずかにあるのみでその上に土塁を盛られており、天守も持たず、類上に出し、御所院、または、大手所院と呼ばれる、櫓座敷を建ててその代わりとし、他に八棟の櫓を建て並べていた。 石垣がないのは幕府に遠慮したためと言われるが、佐竹氏の丘陵日立国を含む東国ではもともと石垣を用いない追記法が一般的であったため、石垣作りに精通した者が家中にいなかったという説もある。いずれにせよ、山川太区を巧みに利用し、防御を図っており、水堀りや遠隔式城郭など、西国の様式も取り入れられている。なお、天守については、 寛永十年の火災以前には、五三矢倉があったという説があるが、この時期の城内を描いた絵図などは残されておらず、確証は得られていない。1880年の大火で、木内の建造物はほぼ消失しており、市街再建の過程で堀の多くも埋め立てられ、城下の中通りを中心に、秋田県初期の館長街へと変貌した。現在、久保田城、本丸、二の丸一帯は、 市秋公園となり、三の丸には、秋田県民会館や秋田市立中央図書館、明徳館、平野正吉美術館、秋田県立農血管研究センターなどが整備、されている。秋田県知事校舎は、三の丸御殿の跡地に建てられている。建造物としては、前述の大化を逃れかつ解体も移築もされなかった、五物頭五番所が現存し、本丸新兵具住屋蔵、 本丸表門が再建されている。移築された建造物としては、消失を免れた裏門が、老門から平屋へと改修を受けた上で、朝日立寺町の鱗勝院に現存している。新名山には、安藤支配下の三浦氏が所在し、氏神として、僧者大名人、新名宮、別宮治虫社を建て祀っていた。三浦氏の城は、やり止めの城、やどめの城と呼ばれ、 久保田城の別名の由来となっている。また、新名山の名も新名宮に由来する。さらに古くは、大竹山、大竹山、光明山の三つの頂がある様から、三森山、または、三竹山と呼ばれていた。小江戸1644年黒門跡黒門の、堀城跡に整備された公園については、千秋公園歴史を、参照新名山の最高書を鳴らして、本丸都市。 ここに、藩主の館である、本丸御殿と政務所を置いた。周囲を、多門長屋と板部屋で取り囲み、表門、裏門、帯狂わ門、渦見門、霧戸口という五箇所の出入り口を設けた。表門は一の門ともいい、そこから二の丸へ通じる手前に、長坂門があった。南西隅で、岬のように突出した、最高所の土地を、出しと呼び、出し、御所院、お出所院という、 矢倉座敷を設けた。本丸東側の一段低い土地を二の丸都市、環状所、境目方役所、祈祷所安楽院、自称、金蔵、馬屋などを置いた。外部からの出入りはすべて二の丸に集まるようになっており、松下門、黒門、馬屋門、土門という四箇所の出入り口を設けた。それぞれ下中伏区、城中城、山ぬて、八幡田山に通じる。現在は、 松下門関が、市役公園の正面入り口となっているが、半世紀の正式な途上の道は黒門を経由するものだった。二の丸の北、東、東部を上中城、南部を下中城、北東部を山の手という。山の手の西にある、八幡山も三の丸に含まれるが、ここには、重心屋敷ではなく聖八幡社、稲荷社、別当時金乗員を置いた。 八幡たさんのさらに北側には、北の丸があり、大木屋ともみぐらを置いた。また、本丸西側で内外堀に挟まれ、島状になった西くるわには、兵具像を置いた。本丸、二の丸を内堀で囲み、三の丸を外堀で囲んだ。その他も北の丸の周囲、中通りぐるわと亀の町ぐるわ、長の下の間、亀の町ぐるわと築地の間、 亀の町狂和と奈良山の間などに堀を設けた。堀の多くは、旭川の旧稼働である。現在ではほとんど埋め立てられ、現存するものは、南堀の一部、東堀の一部、西表具像外堀の一部、南外堀の一部のみとなっている。城の直接的な機能を持つ本丸、二の丸、北の丸、西狂和を、総じて、一の狂和、重心屋敷が設けられた三の丸を、 二の狂は、同じく重心、鉱六の家臣の屋敷町となった中通りを、三の狂は、それに続く亀の町を、四の狂はと呼び、土手、堀を持たないその他の侍町を、外郭と呼んだ。ただしこの分類は、時期によって変遷が見られる。一門や、重心の屋敷を丸の内から、広小路や長野町、古川堀、ソ町など本丸に近い町に配置し、 奈良山や穂田野など離れたところには主に小六の家臣を配置した。侍町を総じて内町と称した。町人町は外町と呼ばれ、城の西側に旭川を挟んで配置した。内町は防衛のため屈曲、食い違いの多い道路線形になっているが、外町は交通の利便のため5番の目上に区画されている。外町のさらに西側人を、 集中的に設置した。所在地秋田県秋田市、千秋公園1-39、交通アクセス JRO 本線、上越本線、秋田新幹線、秋田駅から徒歩約10分。ありがとうございます。